増田一家のドアはいつも開けっぱなし。皆さんこんにちは、俺たち五代名です、はい、このラジオ番組は松田一家に集まるアーティストが週替わりでお送りするラジオ番組です。さあクラマー、うん、準備はできてるよな。ですよね。ん？ん？じゃあありませんよ。今回こそはクラマさんに紹介していただきますよ。そうですよ、おすすめスポットスイーツ編。今回こそはクラマなんきにちゃんとスイーツを紹介してもらいますからね。ああそれね、はい、大丈夫だって。前今回はさちゃんとスイーツご用意してきましたから。本当だろうな、前回ありすぎてよお前。今回ラーメンとか紹介しようとしてんじゃねえのか。ありそうですね、ありそうですね。そんなことないよ、本当にちゃんとスイーツ考えてきたからさ大丈夫だよ。おーではクラマの兄貴、今日はお願いしちゃいましょう。クラマの兄貴、おすすめスポットの紹介をお願いします。はい、今回紹介するおすすめスポットは岡田屋さんのエビスポテトです。クラマ、クラマ、亀井戸。そうエビスじゃない、亀井戸。確かに大丈夫か、聞いて、ね、これ、地名じゃなくて、エビス様のこと。エビスポテト聞いたことねえな。私も聞いたことないですね。クラマさん詳しく教えてください。このエビスポテトは、スイートポテトの生地に白いあんを包んでいるものなんだけど、ね、白あんがスイートポテトの、ね、甘さとよく合って、用途はいいとこ取りをしているものなんだよね。で冷やして食べるとなおね美味しいから、ぜひ冷やして食べてみることをおすすめします。和とその洋の美味しいところを楽しめるなんていいっすよね、本当に。クラマ、なんでエビスポテトなんじゃ。お確かに今さっき言ったよ、エビス様。いやいやいや、なんか由来みたいなのがあるじゃん。だって今聞いたらよ、エビス様の形をしてるわけでもなさそうだし、エビス様の味がしそうなわけでもなさそうだし。味って何ですか。味って味、あ、そっか。だからさ、なんででもエビスポテトでエビス様から見せる、エビス感はわからなかったですね。由来ね、あ、分かった、そうそうそう、説明する。由来は、亀戸に香取神社さんっていうのがあるんだけど、ございますよ。その香取神社にエビス様が祀られてるんだけど、そのエビス様に奉納するためのエビスポテトでございます。なるほどね、なるほどね。そこのエビス様、そこを言っていただかないと、もう味がすんのかと思って食べたことあるんですか。エビス様を味見したのいつ。味甘しょっぱい。何で知ってんですか。甘いのが何だかわからない。気になるところでございますね。で、まあ、クラマの兄貴、岡田屋さんはどこにあるんですか。あ、岡田屋さんは亀戸駅の北口を出て、明治通りをずっと梅屋敷の方に歩いてもらいます、で、梅屋敷の前の交差点にスーパーカズンっていうお店があるんですけども、そっち側に渡ってもらって、もう少し歩くと、お店の外にですね、エビスポテトと書かれている黄色いのぼりが出てますから、それを目印に探してみてください、でですね、エビスポテト以外にもですね、水まんじゅうとか美味しい和菓子がいっぱい売ってますから、ぜひ行ってみてください。面白そう。いろんなのがあるな、面白そう。和菓子のテーマパークや。ね、はい、クラマさんありがとうございました。以上、おすすめスポットスイーツ編でした。クラマやればできるじゃねえか。まあね、僕にかかればこのぐらい朝飯前だよ。じゃあさ、最初からやれ。確かに最初からやれ。動きが変わった。お前次紹介するときに餃子とか言ったらお前どうなるか分かってんだろ。はい、すいません。まあ私何気でも、クラマ何気も今回はちゃんと紹介してくれましたし、そうだな、まあ次ももうね、ちゃんとやってくれますよ。ね。ですよね。ちょっと怯えてるじゃん。まあでもね、で、それよりですね、今日は企画をバンバンやっていきましょう。お、バンバンやる。ということでですね、来源何気お願いします。はい、わかりました。来源の、あなたの本心暴いちゃいます。本心。あなた、たのたのたの。どこ
あのかけるなら最後かけてもらっていいですかね。みんなバラバラにして最後最後のやつか。最後ですね。ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさい。そんなことはどうでもいいですから。この企画はですね、皆さんに簡単な心理テストを行っていただき、はいはい、ご来の皆さんの本当の姿を暴いちゃいましょうという企画でございます。何回もやってますよ。普段みんなに厳しい童心さんですが、うん、実はとても猫が好きというのも暴いてしまう企画です。可愛いは正義、はい、日本からね世界に発信していきたい、はい、それが5代のテーマ、はい、初めて聞いた。では早速第1問目に参りましょう、うん、質問の答えは4択や3択になっています、はい、リスナーの皆さんも一緒に考えてみてくださいね。お願いします。では行きます、はい、あなたは今小動物です。森の中を歩いていると突然クマが襲いかかってきました。さてあなたはどうしますか、うん、1番死んだふりをする、うん、2番果敢に立ち向かう、うん、3番一目散に逃げる、うん、4番餌を差し出す、さあいかがいたしますか。これはでもどうなんだ、うん、どれぐらいの小動物館なんだ。あ、まあ、例えばウサギぐらいとかじゃないですか、ね、ウサギか、はい、例えばですか。ウサギだとなちょっと困るんだよな、うん、何もできないもんな、うん、ちょっと動きが遅すぎてな、遅いですか、うん、もうちょっとこうな、うん、リス感とかいう、まあ、そこも含めて、うん、何の小動物かっていうのも含めて想像してみてください。あ、なるほど、なるほど、そういうことな、そこからのイメージですよね、はい、うん、じゃあ俺ネズミ館で行くな。おネズミ館。ネズミ館。好きにしてください。イタチを倒すネズミ館。あ、ね、クマじゃなくて。そうですね。あそこクマじゃないといけないの。そうですね。まあでもいいんじゃないですか。クマを倒すイタチ館で行こう。イタチになっちゃった。早く選んでください。そう。俺ね死んだふり。死んだふり。結局死んだふり。どうしんさん死んだふり一番。俺一目散に逃げるの3番。ああ、うん、あるね。あるねって。クラマさん何番しますか。え、もう果敢に立ち向かうでしょこれ。なんか意外ですね。うん、俺の餌を狙ってきたやつなんてね、返り討ちにしてやりますよ。そっちの理由か。不純、うん、しょうもない。しょうもない。結果に参りましょう。お願いします。このテストではあなたの自分勝手さを知ることができます。緊急時の対応からあなたが周囲に対して誠実に振る舞うかどうかを知ることができます。では誰も選ばなかった4番餌を差し出すから。はい。うん、餌を差し出そうを選んだあなたの身勝手さは 90% です。あら、あら、ちょっと自分だけは助かろうという利己的な考えを持っているようです。おやおやおや、周囲も実はそんなあなたを信用していないのかもしれません。いやいやいや、見捨てられる。そうです、最後には見捨てられる。わしから首を切られる。では次行きましょう。1番死んだふりをする、うん、これはどうしないさんですか。そうだな、これはですね、身勝手さは 40%、 おー、うん、緊急時あなたは周りとの意思疎通を停止して殻に閉じこもる性質を持っています。少し自分勝手な面があると言えます。なるほどね、うん、まあでも 40% ってそうでもないんじゃないですかね、うん、まあまあまあ50キロ半分切ってないからね、うん、2番果敢に立ち向かう、これはクラマさんですかね、はいはいはい、身勝手さは 5% です。おお、え、マジっすか。危険な状況になっても自分を奮い立たせることができるあなたは、うんうん、周囲のことを気にかけられるリーダーの器を持っています。へ、えー、すごいっすね。でも選んだ理由が一番自分勝手ですね。確かに、ね、くれてやるか。そうだね、う全部わしのものじゃん。ただのクソだったね。ね、え、自分のね、その利己的な考えのせいで周りを危険にさらしてますからね。そうね、多分納得がいかない。3番一目散に逃げろを選んだあなた、たけるは身勝手さは 60% です。ちょっと来ちゃったね。自分のことで精一杯という正直さ、純粋さを持っています。周りもそんなあなたを憎めないと思っています。本当ですか。いえ、思ってません、うん、思ってないの。思ってないし、憎み放題だわ。憎み放題はやめてください。憎むとか憎まないとかじゃなくて、あんまり興味がない。もうちょっと持って、うん、憎んでる状態が当たり前だから、もう憎んでる。それは問題、それは問題っすよ。びっくりしちゃった今。ね、ちょっと気にしよう。これはあれですね、失敗でしたねこの問題ね。ちょっとね、うん、ちょっと違う、あまり合わない。次行きましょう、うん、次お願いします。第2問、はいはい、あなたは新しい携帯電話の開発者です。ほ、あなたが開発した携帯は次のうちどんな機能を持っていますか、うん、1番持つ人によって色が変わる、うん、2番本人が持つだけでロックが外れる、うん、3番体温や心拍数を測ってくれる、うんうん、なるほど、これ3択になります、これ僕1番だな、うん、1番、うん、なんか面白そうだよね、うん、ああ、まあそうですよね、確かに。タケルは何番、あ、道心さんいきましょうか。道心さん何番いきますか、はい、これはね2番だな、やっぱりな2番、うん、やっぱりこのな情報世代
世代、世界、世代、世界、うん、セキュリティは大事でしょ。そうですね、確かに、うん、漏れたら大変ですからね、はい、ただね、本人だけがねこうロックが外れるって言ってね、外れなかった時どうしようかなと思って、はい、うん、携帯屋さんに行って僕を認証してくれません。悲しい。すげえ悲しい。それやだな。全然認証してくれませんっつってね、携帯にすら認証されなくなったらね、自分は一体何のために生まれてきたんだと。いやでも3ヶ月に一遍なんかその更新があるみたいな、更新されても認証されません。いやだそれ。お客様なんでだろうなって。店員さんも困っちゃう。ちょっと悲しいね。その辺ちょっとね、ちゃんと作っていただきたいですね。タケル何番いきますか。じゃあ3番で、3番、タケル3番、はい、じゃあ3番で、じゃあ3番で、うん、はい、じゃあって、じゃあって、こちらはですね、うん、このテストではですね、あなたの他人への思いやり度を知ることができます。思いやり、思いやりですね。1番、持つ人によって色が変わるを選んだあなた、クラマさんですね、はいはい、うん、思いやり度は 50% です。半分、うん、好みのタイプには優しさを見せるものの、うん、嫌いな人には冷たい二面性を持っています。まあ、ある意味はっきりしてるっちゃ、そういうことですね、まあ、ね、うん、いいことなんじゃないですかね、うん、いいことかどうかは分かりませんけど、ね、時には猫をかぶることも必要だと思いますけどね。なるほど。2番、はい、本人を持つだけでロックが外れる、うんうんうん、どうすんの、どうしんさん、うん、思いやり度は 5% です。厳重なセキュリティで他人とのコミュニケーションを閉ざしていると言えそうです、うん、他人の気持ちを思いやる余裕がない状況かもしれません。お、まあ、自分を認証されないってなっちゃうと、やっぱ人のこと考えてる、自分が誰かも分かってない。そうですね、まあ、ちょっと他人を思いやってる場合じゃないですよね、うん、でもね、やっぱりね、これだけは言わせてほしい。何ですか。暗証番号はね、誕生日以外でお願いします。大事、うん、そうですね、大事、そういうの大事、危ないですからね。なるほど、うん、では3番、はい、体温や心拍数を測ってくれる、はい、自分です、自分です。思いやり度は 90% です。おお、高い、うん、健康に気を使う機能を備えさせたあなたは、うん、周囲の体調や気分を気にかけられる優しさを持っていると言えそうです。すごい、うん、でも余り物選びましたからね、うん、じゃあって言ってもいい。いや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 、ちゃんと心の底からちゃんと3番を考えてましたよ。ちゃんと目見て。ちょっと時間ないから次行こう。そうですね。そう、3問目いきましょう。はいはい、あなたは洗濯をしようとしています、うんうん、普段のあなたの洗い方は次のうちどれに当てはまりますか。1番、ある程度たまったら一度に洗う、はい、2番、色物や下着などタイプに分けて洗う、うん、3番、一度着ても汚れてなさそうなものは洗わない、うん、4番、汚れがひどいものは手洗いする。なるほどね。さあいかがでしょう。自分はやっぱある程度たまったら一度に洗う感じですね、いつも、うん、はい、うん、一番で、うん、一番、クラマさんは、僕は汚れがひどいものは手洗いする。手洗いする、うんうん、なるほどね、うん、俺はな、2番の色物や下着などタイプに分けて洗う、うん、一度着ても汚れてなさそうなものは洗わないです、うん、あのですね、これね、うん、両方2番になってますけど、ね、1個3番ですね、うん、一度着てもは3番ですね、うん、そうそう、そういうこと言った。あ、そうなの、はい、台本に両方にって書いて台本になってもいい、そういうのはいいよね。まあまあまあ、何何問題を言ってちょみんなでトークを楽しんでるか、この台本を隠すか。なんで隠そうとするのよ。いや別に隠しながらいいです。だって問題は配られたわけだから。ないですよって話。問題配られた。さあ兄貴はどうしますか。あ、まあね、なんだかんだ言ってね、俺ね1番だな。あ、なんだかんだ、なんだかんだ1番。2番でもいい。あれ、では誰も選ばなかった2番からいきましょうか。はい、お願いします。3番、2番はですね、はい、2番を選んだあなたは反省をしっかりするタイプ、うん、あ、このテストですよね、心の強さを知ることができます、うん、はい、2番を選んだあなたは反省をしっかりするタイプ、あ、そうか、失敗したらその原因を突き詰め二度としないよう教訓にできるタイプ。あ、素晴らしい、確かにそうですね。では3番、一度着ても汚れてなさそうなものは洗わないは、失敗を直視できず現実逃避をしてしまうタイプ、問題を隠してしまう弱い部分を持っています。まあ誰もいなかったですからね、はい、では1番、ある程度溜まったら一度に洗う、はい、なんで嘘つくんですか。1番ですよ。4番来た。1番はですね、正義感の強いタイプ、おいつも自分を潔白でいようと心に決めており、うん、人に負い目を負うようなことは極力しません。お、素晴らしいですね。4番、はい、汚れがひどいものは手洗いする、うん、反省しているように見えて、うん、次回に生かすことができないうっかり者タイプ、うん、同じ失敗を繰り返しているようです。あるな、これ当たっちゃったな。それありますかね。
フラマーに最後ちょっとドンピシャだったドンピシャですね面白いですね、うんうんうん、リスナー皆さんもいかがだったでしょうかというところでございましてお時間になりましたので来年の兄貴いつものお願いします。はい、わかりました。皆様このラジオへのご意見ご感想励ましのお言葉は matsuda-ikka@atosuta.com松田ハイフン一家アットマークアトスタドットコムまでお願いいたします。はい、あと我々五大名やドリパフォの出演情報なども分かる五大名ブログも頑張って更新しております。検索方法はインターネットで五大名と検索してください、うん、五大名の五の字は漢数字ではなく守るって方なのでお願いいたします、はい、それでは今週のお相手は我ら五大名でございました。次回はコズミックドールさんです。ぜひぜひ聞いてくださいませ。それではまたお会いいたしましょう。これにて失礼。